三の丸神社は、大阪府岸和田市にある神社。社殿によれば南北朝時代の延元元年に、楠木正重の一族である、和田正則が、岸和田城の死後のため城中に創建したとされる。なお、この和田正則を真正の子である、楠木正則と同一人物と見る説もあるが、1336年には、楠木正則は、まだ約6歳であり、別人説もある。 岸和田城は15世紀中頃に古城から新城に移されたとされているが、当社が現在地に遷座されたのは、寛永17年の岡部氏岸和田入法以降のことで、元禄14年には岸和田藩主岡部氏3代の岡部町隊が、伏見稲荷大社を誕生した。3年後の法永元年に行われた稲荷祭りは、 岸和田藩も参加した山戸川付け替え工事の春工祝いと重なったことから盛大に模様され、これが現在の岸和田団じり祭りの原型とも伝えられている。また、現在では、岸城神社で行われている団じり祭での宮入りはかつては白入りと言われ、明治維新頃までは三の丸神社で行われていた。1935年、社殿の祭壇から、 金色の兜が発見された。桶狭間の戦いの後、今川義元の家臣、岡部元信が義元の子宮と引き換えに、鳴海城を小田方に明け渡した際に合わせて引き渡された義元の兜であると伝わる。ありがとうございます。